リカさん、お父さんの会社の女なんだけど、お父さん事故に巻き込まれて病院に担ぎ込まれたんだよ。さあ乗って。の予想を覆し、団体戦初出場の清澄高校が決勝進出です。いやー、余裕の決勝進出じゃな。しかしおたまげたじゃ、さきちゃん。1回戦だけじゃなく2回戦も相手校を飛ばして終わらしちゃうなんて。のどかも。一番辛いはずの当人が悲しい顔見せないのに、他の誰かが代わりに泣いたりするのってお門違いだから。よし、行くよ。もう私の知ってるお兄ちゃんじゃないんでしょうか。あなたのお兄さんであることには何の変わりもありませんけど、今年も個人戦1位の宮永輝を筆頭に超攻撃的な選手を揃えてきた揺るぎない優勝候補。去年の優勝校のプレッシャーもあると思いますが、宮永輝選手、今年の意気込みを教えてください。今年私、大島。大島いいやつだな。君のことが…ごめん。蓮君のことが…ごめんなさい。いや、好きです。ごめんなさい、無理です。高校生になれば自然と彼氏ができるって。なんで？何かご用でしょうか。ぜひ一度ヴィレッジに来ていただきたいのです。はい、ぜひ。なぜここに？先生がアメリカに行くと聞いて。私のせいですよね。責任を感じることはありません。僕が君を計らずにはいられなかった、ただそれだけのことです。お父様を許してください。あの女が業者の手先だ。え、なんでですか。目から入った情報を頭で理解するんだ、羽村君。彼女はこの暑いという中、長袖のカーディガンを着ている。何かを隠している証拠だ。